大橋リーダー論へようこそ。リーダーとしてのその心、簡単に言ったらみんなの才能を気づいてもらう、ね、決断は待って、ちょっと待った、待って、サーバーが、メンバーが考えた2023年の目標を本当にやってみた。近づいて、練習とさ相まって綺麗やもんね、このウェーブ感が。絶対一人の方が速そう。京平さんは安心感が。ご一緒してください。完成しました。続いては発寸の大橋和也リーダー論 YouTube をするをやってみたいと思います。僕は結構伸び伸びさせてもらってるので、まあ、リーダーのっていうぐらいのことはないですけど、みんなとどういう接してるのかぐらいの雰囲気ぐらいのやつを言えばなと。名言欲しいだよ、名言、まあ、名言ね、ちょっと欲しい、名言欲しい、うん、名言で。まあでもね、もともとリーダー論はお持ちだとは思うんですけども、リーダー論語るまではちょっと難しいと思いますので、ね、特別にリーダー論まとめタイムを差し上げます。あ、なるほど、まとめていいんや。はい、自分の中で整理していただいて、もし必要であれば、うん、あちらにパソコンありますので、パソコン、他の方がどんなリーダー論を持っているかとかのこうネット記事を見ていただいてもよろしいです。あ、いいんや、調べて、はい、あ、なるほどね。でも自分のもやっぱり強く持っていてほしいなと思います、うん、オリジナリティも欲しい。はい、なるほど、わかりました。いい感じに発寸ってパソコン似合わんな。あ、書いてる。もしかしたら今日ご飯屋さん行くところの電話番号かも。いやいや、それ調べてんの。さあ、大橋さんが、リーダー論のまとめをできたということで、はい、今から発表していただくんですけども、はい、皆さんどうでしょう。楽しみです。いつもとまた違った感じですよね。しっかり会議室です、うん、ねえ、うん、ガチで俺らがライブで打ち合わせする時の場所と一緒やもん、うん、そうやね、ガチガチやん。ちょっと気引き締まりますね、うん、さあ、それではもう早速お呼びいたしましょうか。はい、大橋リーダーお願いいたします。水です。水です。リーダー、リーダー、お水、お水です。ありがとうございます。意図があるのかな。水です。お水です。お水です。ありがとうございます。お水です。はい、大橋リーダー論へようこそ。先に入るんですけども、まあ、まとめるリーダーと言いますと、よくまあ言いますやん、やっぱみんなを、大丈夫ですか、大丈夫ですか、やっぱりこうみんなの先頭に立っていくリーダーがみんなの知ってるリーダーなのかなと。まあ僕どちらかといえばやっぱまとめないリーダー、まあ、それもいい意味でも悪い意味でもあるんですけども、まあその中でまとめないリーダーってほんまリーダーなのかなって多分思う部分もあるので、まとめないリーダーが何をしているのか皆さんにちょっとキーワード、まあ3つ4つぐらい言って、その中で詳しいことを言おうかなと思います。まあ堅苦しくなく、水を飲みながらゆっくり水分補給して、休んでください。おやすみなさい。まずね、一つ目、そのまとめないリーダーって言いますと、まあなんて言うんでしょうね、まあ先頭に立たないって言わん方、あ、言った方が多分一番分かりやすいんですけど、まあ後ろの方で結構視野を広くして見てます。視野を広くせんでもやっぱ後ろにいたらみんなが見えるわけじゃないですか。そう、見えるわけですよ、はい。でそこのリーダーとして何をしているのか、まず、はい、じゃあ嶋佐さん、屋敷さん。めっちゃニューヨークさんのやられてるじゃないですか。そうね、寝る人兄貴やからね。そう、水かせや、お理解、油性でパイプ全然消えへんやん。え、油性これ、あ、油性や。
リーダー、リーダーどうなってるんですか。すいません、大丈夫かな。やばいやん、ちょっと待って、ちょっと聞いて。無理だ、リーダー大丈夫ですか。大丈夫、大丈夫。理解してもらう。はい、これですね。気づかせや理解してもらう、うん、お簡単に言ったらみんなの才能を気づいてもらう。やっぱりあの自分で、あ、ここがいいんやなっていう場所も多分分かると思うんですよ。悪い部分も分かると思うんですよ。やけど人から見てあの気づくっていうことも多分たくさんあるんですよ。それを気づかせてあげる、まあ気づかせやみたいな、まあそういうことですね。まあ才能は一つ二つやもう三つやら何個も持ってるはずなんですよ。それをやっぱ気づいてもらいたいなっていうので、皆さんで言うとやっぱかっこいいじゃないですか。かっこいいっていうのもあるんですけども、流星やったらそのメイクとかも皆さんそれ分かってるんですけど、その中でやっぱお笑いに関しても結構周り見てるなとか、テントやったら、まあ、衣装とかよくやってもらってるんですけど、自己プロデュースがすごくて構成とかもよく知ってて勉強になるし、共演はねその笑顔がすごいいいなと思うし共演はねあの一つこれが楽しいと思えばあのそれに対してすごい突き進む子なので、まあ、一緒にダンスした時もおかしくやりましょうとか、そういう姿勢が理解してほしいなっていうところで気づかせやとしてできるし、ジョー君なんかね、まあ、何でもできるじゃないですか。芸歴もあの19年ですか、19年やらっているんですけども、まあ、みんなをまとめてこう疲れてる部分もあると思うんですけども、可愛らしい部分があったりで、ミッチーはもうめちゃくちゃかっこよくて、いや今日ちょっと抜けた部分もあったりとかね、それが面白くてすごい助かってるし、でね、あのダイゴなんかは、まあ、MC とかでまとめたりとか周りをすごいちゃんと見てる、でその中でも判断をすごいしてくれるのがダイちゃんだったりとか、そういうのをいっぱい気づいてもらうっていうので、立ち位置こっちゃったね。あのそうですね、まあ自分もこうやってみんなからあの笑ってもらったりするのも嬉しいし、そういうねみんなも気づかせ屋でもあるのかなって思うので、まあ僕の役割的にはまとめないリーダーですけど、みんなに気づいてもらうっていう。で、もう一つ、なんてまとめるの、うん、やれとやろう。引用の匂いがする。違います違います、これはまあリーダー前に立ってなんかみんなをまとめてこれをやれとか命令口調になってしまうんですよ。だけどそれってリーダーじゃなくそれをボス、おボスって感じでボスとリーダーみたいな感じで言わせてもらうんですけども、いやボスって、まあ、リーダーと違ってやっぱ子が強い、もう俺についてこいみたいな感じの先頭に立ってやるリーダーとは全然違うんですよね。物事を進めるその自分だけの人がボスでもあり、みんな教えるのも教える人がやろう、あ、やろうじゃない、リーダーです。やろう、やろう。いや、だから命令口調になるんじゃなくて、一緒にやろうって、みんなと一緒にやりましょうって、みんながやりたいことそれを一緒にやるっていうのがやっぱり一人でやるよりみんなでやった方がすごいあの気持ちも楽になると思いますし、それを率先してやりたいのが僕が思ってるリーダーの役割なのかなって思いますね。で一回やってみて間違ってたら間違いやし、やってみて合ってたらそれをみんなで一緒にやってもいいし、最初にこうやって一緒にやろうって言えるのが僕の思ってるそのまとめないリーダーなのかなって思います。そしてね、まあ、最後に、なりますけども、判断は頭で決断は、あれ待って、これなんかこれ引用のリアルする、めっちゃ引用やんこれ。大吾がやっぱ判断としていろいろやってる、やってくれてるっていうのもあるんですけども、野球で例えるとジョーク分かりやすくね、はい、判断はまあバッティングとかまあ捕手とかなんか監督とか、嘘、監督は嘘、
なんかそういうなんかフィールドにいる人が僕は判断なのかなって思います。自分で声とかいいのかなとか、決断ってこれにかけるっていうなんか意味やと思うんですよね。言うたらその頭脳ははっきり言って僕はできません。だからいろいろ考えて成功の道が 90% とか何も言えないです。頭では考えれないので、デビューする前も僕はそんなに覚えてないんですけども、次は俺らやとかなんか一言こうなんか言える、みんなが困ってる時にこういう決断できるのがリーダーとしての役割なのかなと、みんなが困った時のパッて言えるのがリーダーとしてのその心、もう心の中でもういこれでいいんちゃうみたいな言えるのが僕はまとめないリーダーなのかなって思いますね。まあ、最後って言ったんですけども補足としてちょっと1個いいですか。はい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 野球に例えたってことは野球選手の名言かなんかかな、ね、監督とかイチロー選手とか、もうだって難しい漢字使ってるから多分おかしくんじゃないよ、絶対ちゃうやん引用祭りやん、お前あれ官人の袋引用論、これ読める、官人の袋を常に首にかけ破れたらハエ破れたらハエ破れたらハエ、かけばりってなんだろかけるに破れたらハエ、この言葉見てなんかインスピレーションでちょっと感じたんですよ。堪忍堪忍って言いませんやん、堪忍堪忍になって一緒ごめんごめんなごめんなみたいな、その謝るまあ袋、まあ言うたら心ですね、常にここに首にかけといて、うわー謝られへん、うわー腹立つな、でもハエ、まあ言うたらあれ往復前進みたいなあれうわーあれ謝るの嫌やな、あらする、つらいな、つわつらいな、ハエハエ、うん、ハエ、そっちのハエか、うん、人に感謝する、人にごめんなさいっていう、堪忍堪忍ごめんごめんの心を常にこう首にかけといて、二周目入りました、二周目入りました、かけるにやそういうことそういうことか、心じゃなくて袋で、ね、袋です、袋ですね、ここはリーダーとしてじゃなくて、まあ常にみんなの心にあればなって思いますね。お客さんが心をかけてることなんですね。そうですね、まとめますと、はい、リーダーとして感動させる言葉、心を射抜く言葉、それがリーダーなのかなって思いますね。ちょっと笑ってるの皆さんどうですか、聞いてみて、うん、心をちょっと動いたっていう人手挙げてください。いやでも、はい、まあ、なんかすごい笑かせてもらった、あーなるほど、熱量は伝わりました、ね、ということでこちらで以上ですか。そうですね、やっぱ皆さん感動したということで心射抜いたのかなって思いますね。僕らの質疑応答をさせていただきましょうか。はい、全然、まず気づかせや理解してもらう、はい、こちらいいですね。大橋さんは否定しないじゃないですか、人のことあんまり。そうですね、全部肯定して、はい、もうそれ否定した方がいいんちゃうってことでさえ拾ってあげるというか、はい、そういうところがやっぱりあるので、はいはいはい、待って、はい、嘘、これ一発目からやってますよ。なんすか、これは違うでしょ、だっていやこれは大橋のこと、これはだってこれは大橋のことだって、だってなんかちょっとあれしたもんね、なんかいいなちょっとそのモード入ってたやん、もういい言葉やな、一発目はなんか自分やなっていう、これもしかしたらこれかなって思う、はいはい、記事を見つけちゃって今ですか調べてたら、はい、野村監督が言ってたリーダー業とは気づかせや、これってあれちょっと待ってあれしかもなんかちょいパクリじゃなくてガッツリパクリ、ガッツリパクリ、丸パクリやん。この理解してもらうはどうですか。理解してもらうはオリジナルにつけたんじゃないですか。あだから字間違いになっちゃうえってことは何混ぜた、その名言みたいなの見て、あ
ちゃくちゃいいやん、いいなと思ったんですね。そういいなと思って、この言葉やったらみんなに分かりやすいなと思って引用してもらいましたね。引用してもらいました。したいよね。まず初っ端から引用ってことはこれさ怖いよこれ。え、でもその他は全部大林さんの言葉です。そうだそうよね、もちろんそれはそうだ、ね、一番フォントでかいもん真ん中、さすがにないでしょ。大西ちょっと待ってください。そうやろ、分かりました。どうしたね、ないって。え、ホストリーダーは結構あるから、あれあれ、うちやるとやればなんかおかしくな感じする。これはなんかの間違いに過ぎない。再現、再現するトヨタの社長が。おい、やってんだ。何ですか？トヨタの社長。はい。なんて言われてます？え、どうしたどうした？ボスはやれという、リーダーはやろうという。ちょっと待てよ。待って。丸パクリ？え、トヨタのあのトヨタさんが。トヨタさん？多分俺と同じ考えよ。他は多分全部ないよ。で全部多分サイト大丈夫でしょ、さすがに。判断は多分。嘘、はい、どうされました？息遣いとかもうダメです。ええどうしたんですか？野村さんの名言。また野村さんの名言。めちゃくちゃやばい。野村さ、サンドイッチした。判断は頭でするもの、決断はハートでするもの。ちょっと帰った。帰った帰った。サーバーがおかしくなってる。変えているやん。これはどういったことですか？野村さんも多分僕と同じ考えです。まだそれしか言わん。同じ考えだな。よう人の言葉でペラペラ喋れんの。、まあ、で何やろって、それは人の名言やから分からへんもんな。ちょっとこれおかしい、このサーバーがおかしいのかも。嘘。待ってください。嘘じゃないよ。これはあってはならないこと。堪忍の袋を常に首にかけ、え、破れたら縫え、破れたら縫え。これはどういうことですか？ちょっと待ってや。はい、徳川家康。徳川家康。家康さん、家康さん、隠れてます。ああ、これは戦の始まりや。ケント、どうする？どうする？どうするよ。これ一回純くんに相談や。純くん出さんで。僕は引用って言いますか、同感した。同感ね。そう、同感したって感じですね。何でしょうね、人の名言を複雑に分かりづらくて。だってあの講義中、流星さんポロって言ってたんですよね。うん、なんて言いましたっけ？え、なんか安い講座を受けてるみたいな。これがリーダーローですよね。まあそうですね、大まかなリーダーなんですね。あと1個あるので、ぜひまだ行くん、まだ行くんか。いや、30もう取ってますね。終電だ。すいません、終電だ。世界に自分たちのアイディアを広めたい。これ自分っぽいな、自分っぽいな。大橋の言葉やろ、やっときた。まあ、この気持ち ね、 あ、いいね、よく言うじゃないですか。やっぱり何を出すの気持ちをね、やっぱみんなにいっぱい広めたい。いや、なんか最後はグッてきた。グッてきましたね。来た、よかった。最初からそれを言ってや、うん、全然引用しなくてよかったのよ。なんかそれまではほんまに詐欺師ぐらいの気持ちやった。引用がね。ごめんごめんごめん。でも最後はなんかお前の言葉聞けてよかった。まあまあそうですね、自分の気持ちです。あ、よかった。最後がなってよかった。気持ちです。やっぱりこう日本中だけじゃなくて世界中にも笑顔を広めたいし。そう、ね、宇宙中にも。お前スティーブ・ジョブズやねん。ちょっと待って、スティーブ・ジョブズ引用しとるやねん。おい、ちょっと待って。おい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 、リュウス、それは失礼やぞ。ジョブズなんて言ってる？お金が目当てで会社を始めて成功させた人は見たことがない。まず必要なのは世界に自分のアイデアを広めたいという思いなのだ。ちょっと自分たちにして気持ちにしてる。ちょっと変えてる。一番立ち悪いわ。詐欺師や。い
今日ホワイトボードの角に手添えてねんな。腹立ってきたわ、なんか。でも分かったよ、なんか、うん、我々のリーダーはやっぱりあなたしかいないんだなって、うん、ありがとうございます。分かりました、ね、そうよ、なんかそれが気づけた。ありがとうございます。なんか気づかせや、こうやってなんか気づかせや。もうさすが。俺この間占ってもいいですかに出て、その時に言われたのがリーダーをもう伸び伸びさせてあげた方がいい。うわーって、リーダー主体でこう伸び伸びした方がこれから伸びるよって言われたんで、これからだからリーダーについていかせていただきますね。ありがとうございます。みんなについていきますね。よろしくお願いします。お願いします。ちゃんと触ってるやつだよ。じゃあ締めていただいてもいいですか。はい、要点とかまとめて言わせてもらったんですけども、まあ全部ひっくるめて楽しくやろうやっていう気持ちで、なにわ男子やっていきましょう。それでは僕大橋和也の、リーダーの講義を終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。まあ目標にねこうなってないものもあるじゃないですか。 YouTube で決めたもの以外の目標もありますから、そちらの目標も頑張っていきたいということで、以上なにわ男子でした。チャンネル登録よろしく、グッドボタンもよろしく、リ